ルクルクは、アサリヨシ島による日本の漫画作品、月刊アフタヌーンにて2009年5月号まで連載された。単行本は、講段社アフタヌーン KC より全10巻が刊行されている。人柄は穏やかだが飲むうつ、買うのろくでなしな父親を持ち、不死家庭で育った主人公、鈴木六文と鈴木家に突然居候を始めた。 悪魔の姫、ルークはとそのお連れの悪魔たち、さらには悪魔を退治するために地上に降りた天使たちとのドタバタコメディ作品。アサリヨシトウの持ち味である、チョイエロ、ナンセンス、ブラックユーモア、意味深な伏線がまんべんなく盛り込まれている。なお、作品には、やゆやコメディのネタとして、キリスト教を筆頭に、仏教や神道などを宗教的要素が盛り込まれている。ある朝、 目を覚ました六文が目にしたのは、家族の代わりを自称する二人の悪魔と、父親殺害という惨劇の痕跡だった。悪魔が語るところによると、父親を殺したのは天使であり、これは、キリスト教の七つの大罪すべてを犯した父親への天罰だという。納得のいかない六文は、なぜ悪魔が地上にいるのか、その目的は何かと問う。それに対しての答えは、だという。 どこか釈然としないものを感じつつ、六分と悪魔たち、そして天使に残殺されかけながら、悪魔の力で黒猫として転生した父親の珍妙な共同生活が始まるのだった。作者のアサリヨシトが得意とする、どこかずれてる人たちが登場する。善良な悪魔や、正義のためなら見境ない天使、自分の欲望に暴走する幼馴染微妙に変態な友人たち、 そして無難であることを諸生術とする主人公、などなど。2003年1月2003年5月2004年4月2005年2月2005年10月2006年7月2007年3月2007年12月2008年7月2009年7月。ありがとうございます。